佐久総合病院は、長野県佐久市臼田にある、長野県東信地方の基幹病院。長野県厚生農業協同組合連合会が、経営する。単に、佐久病院とも呼ばれる。高度専門医療と、地域密着医療の、二足のわらじを担っているのが、特徴。1959年、全国に先駆けて行われた、八千穂村全村民の健康管理及び、集団検診を手掛けたことで知られ、TV 番組のプロジェクト X、挑戦者たちなどで題材にされた。予防は、治療に勝る。早期発見早期治療のかけ声のもと、集団検診は、長野県全県での集団健康スクリーニングとして、発展し、市町村や企業の健康診断、ヘルスプロモーションを担っている。地域の養蚕の祭りであった、小満祭と一体化した、病院祭でも有名。昭和22年に第1回の病院祭、衛生展覧会が開かれた。現在では、外来棟がデコレーションされ、職員による演劇、演奏、医療トピックス、出展、地域のさまざまな医療、福祉団体のブースなどが並ぶ。農民とともにをスローガンに、地域のニーズから出発して、第一線の医療を担いながら、発展を続けた。高いヒューマニティをもって農村部に、特有の健康問題を解決しようというところから、農村医学という学問も生まれた。昭和44年には、第4回国際農村医学会議が、佐久総合病院で開催されている。また農村部の医療を担える人材を地域で、育てようと、農村医科大学の設立を目指した。その過程については、創世期を支えた、若月主日の、村で病気と戦う、や南清志の、信州に、上位ありなどに詳しい、演劇班や、吹奏楽団、コーラス部、野球部など、文化活動も盛ん。病院の屋上から響く、応援団の練習の声は、臼田の夏の風物詩となっている。地域ケア科という訪問診療、訪問看護を中心として、地域の医療福祉を支える部門もあり、院内以外の多方面と連携を取りながら、主に障害高齢者や終末期の患者の自宅での生活と地域での看取りを支えている。また、南佐久郡南部では、公務員を中心に、周辺の国保診療所へ、医師や専門職の派遣を行っており、本院や各町村、公務老犬、特養の部屋などの福祉施設と一体となった。医療福祉の運営で、過疎の農山村地域の医療と福祉を支えている。臨床研修病院としても古くからの実績があり、特に全国から地域医療を志す医学生や研修医、スタッフが集まっている。遥か以前から各科をローテートする研修を行っており、卒後研修義務化にあたっては臨床研修のモデルとなった。総合診療科。総合外来での外来研修、健康管理部、公務分院や診療所、地域ケア科での保健、福祉の研修など地域での研修に特徴がある。理念の中で、プライマリヘルスケアの確立と中国をはじめとした、途上国への国際保健医療への貢献も掲げているのも特徴で、佐久病院の歴史と実践から学ぼうと、アジア諸国を中心とした、途上国からの視察は今なお多い。また、職員の中にも、海外医療協力経験者、希望者も多く様々な活動も盛ん。かつては5、3、2の法則というのがあり、どの職員も、病棟での診療を5、外来での診療を3、地域での活動2、に力を配分しなさいという方針があったが、これは、高度専門文化、地域ケア部門。健康管理部門の独立により失われつつある。佐久病院は、保健、医療、福祉を軸にした街づくり、地域振興のメディコポリスという考え方を、病院、地域づくりの基本理念に据えている。これは主にお年寄りと若い人たちを対象とし、医療、福祉システムの整備、教育施設の充実、住民の生計を確保できる産業の振興を目指して、農業や林業、観光など他の様々な産業と連携しながら展開する新しい形の公共事業のことである。地域に点在する
様々な NPO や行政機関等と病院組織が連携しながら、地域のニーズに応えるべく様々な活動を展開している。佐久病院は、その創生期より、脊椎カリエスの手術や、がんの放射線治療を行うなど、先進的医療にも積極的であった。今は、内視鏡による診断、治療分野においては、フックナイフを用いた ESD の先駆けとして、有名な小山恒夫がおり、この分野では、世界トップクラスの技術を持ち、後進を育てている。佐久病院での ESD のライブデモンストレーションセミナーは、恒例となり、全国、世界から、多数の内視鏡医、内視鏡技師が集まる。その他、開頭クリッピング術、回心術、腎臓移植などの高度医療も行っている。小海分院関連施設として、精神疾患慢性期病棟や認知症病棟を持つ、三郷分院、南部地域の拠点となる、小海分院、小海診療所、小海及び佐久に、老人保健施設、八千穂に、託老所、複数の訪問看護ステーション、看護専門学校などがある。また南北愛機、南木、川上の国保診療所にも、医師を派遣し、小海分院、本院と連携を取りながらの医療を行っている。このように、高度先進医療まで担う重装備の本院と、行政や福祉施設、住民組織とともに、地域密着型の小回りの効いた医療を担う、サテライト、地域の他の医療福祉機関との連携による、重層的多層的なネットワークで地域の保健医療福祉を支えてきた。人材育成としては、また、農村僻地で地域のために働く医師を養成する、農村医科大学の構想があった。これは実現されてはいないが、農村医学研修センターでの専門職の再教育、初期及び後期研修医の育成、付属看護学校での看護師の養成を行っている。この流れのもと、2008年に看護学科を持つ、佐久大学が新設された。特色ある、医師養成から、初期臨床研修先として人気があり、卒後臨床研修義務化後は、全国各地の大学から毎年約15人の初期、臨床研修医を採用している。また毎年夏には、農村医学科暨大学が開催され、地域医療に貢献した人に贈られる、若月賞の発表とその時々のテーマで、講演会やシンポジウムが行われている。2005年7月より、信州ドクターヘリも常駐し、地域の救急医療、高度医療を担う東信地区の地域拠点病院でも、あり1時から3時までの救急医療を担っている。現在は、佐久医療センターから離着陸している。病院開設以来60年を超え、建増し改修を繰り返した本院の設備は、老朽化し築40年を超えるものもあり、狭い6人病室、駐車場の不足、医療設備など、昨今の医療ニーズに応えるには、不十分であり再構築が計画されてきた。昨今の厳しい医療情勢の中、佐久病院においても、住民の医療への要求の増大、医療訴訟などに伴う、いわゆる医療崩壊とは無縁ではなく、近隣の医療機関の医師不足もあり、上小地区からも高度医療、救急医療を求めて、佐久病院へ患者が集中してきているが、老朽化した、現在の施設で地域の医療ニーズに応えることは、難しい。増大し続ける負荷と先の見えない現状に疲れた、中堅クラスの医師の離職は、佐久総合病院においても見られ、医療の存続自体が、危機的な状況にある。現在の病院機能を維持しながら、現地で再構築を行うのは困難であり、佐久市北中込の市街地に隣接した土地に用地を、確保し、高度医療、先端医療を担う東信地区の、基幹高度医療センターを新築。臼田地区には、日常の健康管理やリハビリ、精神医療、福祉と一体化した医療を担う、地域密着型の地域医療センターとして改築する、基本方針が打ち出された。しかし移転先の近くに、市民病院を抱え、工業用地を転換しての病院建築は、認められないとする、立場の佐久市長との対立もあり、計画は難航していた。
地域懇談会などを開催し署名運動を行い、地域住民や他の医療機関の理解を求めてきたが、2009年2月に、ようやく、佐久市側と和解し再構築の計画は一歩、前進した。2014年3月1日に、佐久医療センターとして開院した。臼田の本院でも老朽化した病棟の解体や、施設増築が進められている。2018年12月3日、本院内にあるレストラン、白樺は、病院内の、日本農村医学研究所が健康食普及などのため2013年から始めた長寿の里、佐久プロジェクトの一環として地元産蕎麦を用いて塩分を抑えつつ抑えた塩分の代わりに和風だしで旨味を出し蕎麦やキノコの風味を生かした優しい味に仕上げパプリカやピーマンを色鮮やかに盛り付けたキノコたっぷり蕎麦のペペロンチーノ風の提供を始めた。病床数は、一般病床600床、ICU20 床、療養型病床40床、精神科病床70床、感染症病床4床、人間ドック45床の、計779床。付属分院などを合わせると、約1200床となる。病院前にて、東京池袋業の乗降が可能。佐久病院は、南佐久地方の高速バスターミナルでもある。ありがとうございます。